度は、YouTube チャンネルエレトラの、横イズルームを、毎週水曜日に配信、しているんですが、それに、間に合わず今回休載となってしまいまして、誠に申し訳、ございませんでした。皆様の、ご期待、皆様のご期待に、沿うことができず、再び、ご期待に沿うことができませんでしたが、再びこのようなことが、ないようにと、頑張ってまいりますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。この度は誠に申し訳ございませんでした。ぶっちゃけ忘れてましたね。はい、はい、そうですね、あれは嘘ですね。はい、嘘です。もちろん楽しみにしてくださってた皆さんもいると思うんで、まあ、それは申し訳ないなっていう思いはあるのは本当ですけど、はい、いや、ぶっちゃけ忙しいんで、まあ、僕も YouTube の編集だけやってるわけではないんで、なんやったら土曜日のエレトラもね、僕が全部編集もやってるんで、ね、それとこれともみたいな感じでちょっと数日遅れたみたいなところを、ここまで謝罪する必要あるかなっていうのは思いますけどね。僕が謝罪するべきことなのかみたいな。まあ僕は結構自分のルームもいろいろ企画とか考えて、なんか皆さんが楽しんでもらえるようにみたいな風にすごい思ってやってるんで、なんかただ踊ればいいとかっていうわけではなくて、そんなみんながみんなね、普通にダンスの動画上げたりとかするやつとかって、それ誰が見たい、それ見たいか、そんなん。もう30年近く踊ってんねん、見たいか、そんなずっと。いやでもそんなん急に言われても、別に俺かって着替えとか持ってきてへんし、いや、まあ別にな、ええけど、なんかこういうの違うと思うねんな、なんか違うと思うねんな、こういうの。はい、はい、じゃあ曲かけますね。いきます。ちゃうと思うわ俺。だってもう靴も履いてないもん。だってなんかそういうので踊るのとか俺もやっぱ無理、ごめん、今日ちょっとそういう気分じゃないから。ええー、ちょっとやめとけ、今日は。でやっぱりどこまで行っても横井さんにやっぱダンス求められてると思うんですよ。おふざけの方も、まあ、もちろん面白いとは思うんですけど、やっぱおふざけ中心よりかはダンス中心で撮ってもらった方が絶対いいと思うので、だからできるだけ踊る動画をちょっと今度から撮っていきましょう。でもうここスタジオなんですぐ撮れるんで、もうあそこ行ってペット撮るだけでも多分横井さんが見せられると思うんで、とりあえず一旦行きましょうよ、踊る動画を撮りに。大丈夫ですか？もう曲なんか多分1分も。はい、じゃあ横井さんもう一回行きますね。曲出しますね。行きます。やっぱおかしいってこんなん。いやだってさ、俺ずっとダンスやってきたけど、こんな感じで踊らされるの俺やっぱなんかちゃうと思うわ。だって俺もう靴も履いてへんし、やっぱり
着替えも持ってきてへんって言ったやん、さっき。だから俺やっちょ、無理、やっぱ無理、やっぱ無理やわ、ごめん、今日はやめよう、またでしょ、またでしょ。もうちょっとほんまに勘弁してもらっていいですか。踊るんす、踊るだけです、ほんまに。もう何年もダンスやってるんで、すぐできますやん。俺でもできます、あんな踊って撮影して終わりです。それで横一部の完成、もうすぐできる、ほんまに。ええ加減にしてもらわんと、これ話進まへんから。踊った絵だけですよ、もう何年もやってること、もう何年もずっと続けてること、それなんで急に嫌、もう意味が分からへん、全然。パニック。これラストっすよ、ほんまに。ほんまにちゃんと踊ってくださいね。次行きますからね、ほんまに。じゃあ曲出します。